こんにちは、トマベ知識認定コーチの西村です。なんだかいろんな質問が私に来るもので、コビー博士ってすごい本を読む方だって聞いてたんですけど、なんかお話あったら紹介してくださいって聞いたことはあるからお答えします。これもジェームス・スキンナーさんから聞いた話なんですけど、コビー博士ってすごい厳格な面として、キチキチってすることのスケジュールが決まってる方だったそうなんですよ。例えばなんですけど、なんかジェームスさんがエレベーターで会った時に、どこ行くのみたいなお話をしてたら、なんか家族との憩いの時間だから、これが終わったらまた仕事に戻るんだみたいな感じで、仕事のスケジュールと家族と取る時間のスケジュールの重きがほとんど一緒みたいな感じで、まさにフランクリン手帳のスタイルそのものだったらしいですよ。ちゃんと重要度に分けてきちきちっと時間を取るタイプの方だったんです。朝に必ず運動タイムを設けてるんですけど、その朝の運動タイムでランニングマシンに乗りながら2冊本読んじゃうんですって。なんか旗から見てるとペラペラペラみたいな感じですごい速さでめくってって、その短い間にその本2冊ともパッと読んじゃうっていうのが毎朝の日課だったそうです。なんか多分普通の人とちょっと読み方違うんですよ。やっぱり速読多読ができる方だったみたいな、というお話をジェームスさんから私聞いたことあります。